はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、こちらちょうど圃場に来てるんですけど、畝上げね、ちょうど絶賛してまして、まあ、こんな感じで、まあ、仕上げに入っております。で、今日ですね、この畝上げのですね、まあ、畝上げの仕方とかですね、あとはですね、このどんな機械を使ってるのか、あとはですね、このまっすぐ畝を上げるための、まあ、印の付け方なんか、いろいろこう一つにまとめてちょっと動画撮ってきましたので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、ついに畝上げということで、今回畝上げの機械のですね、まあ、注意点とかですね、あと作業の様子とかお聞きしたいんですけど、まずですね、こちらのあの機械のですね、あの注意点ちょっと教えてください。そうですね、回転するから手は絶対入れたり、後ろで作業する人は、はい、前は運転者なんですけど、後ろにいる人はなるべく手を出さないっていうのがポイントかな。巻き込まれて分かんなくなるから、はい、あと掃除するポイント、はい、ちょっと教えてください。ここをまず掃除しないと、はい、畝のね、端が平らにできない。この畝を上げるこの機械、そう、これだけの高さができるから、はい、これに山になってると、そこが、畝の方が穴を、へこんだりして、平らに三角の山ができた方がかっこいいから。はい。まあ、こだわりから。はい。あともう一つ。はい。これが一番。これは上下運動して、横にこう、畝をバダバダってやるんですけど、はい。ここに土が溜まるのが欠点なの。あ、ちょっと寄っていいですか？これ。はい。この、こういう風に動くとこと、こちらにあるやつのね、平らなとこの隙間ができて、ここに土が溜まるとおっしゃるのよね。これはね、定期的に掃除が必要ですね。ここ、こっちから、はい、両方にあるから、こっちね。これ。ちょうどこの、溝になってるってことですか？そう、ここのちょうど溝になって、こういう風な運動なのよ。はい。こういう風な運動を、こういう風にするから、はい。どうしてもこの、すれ違ったとこにね、土が溜まっちゃうの、これ。こちらのやつと、この、これが。このとやつが溜まりすぎちゃうと壊れる原因になるのよ。これが、土が押しちゃうから、このフレームを。ああ。そんな丈夫に作ってもいいから、こういうのはね。だからね、壊れちゃったら大変だから。はい。まあ、土を出していくってことですね。そう。なんで、なるべく。で、油を豆に刺すと。油刺すポイントはこれ。はい。この、そう、これの急所はこれが安全弁、はい。これが飛び出しちゃうと止まっちゃうから、はい、あ、止まっちゃうと減ってるってことだから交換だな、もう。これが急所。はい、こっちと、おー、これ。これが急所ですね、これ。これ両サイドにあるんです。そうそう、安全弁が。で、ここに油を刺してあげる。そうそう、あと遅延。この中に遅延があるから、はい、遅延、もう回るとかみんな油刺した方がいいのよ。じゃないと、うまく滑んないから、ボコレの元。これ、ここに土が溜まっちゃう。これはね、定期的に掃除した方がいいね。一等土やった方が、だって一等50メートルで30分くらいで終わっちゃったもんな。そうですね。だからもう、掃除は豆にした方がいいです。じゃないと、壊れてるとね、なかなか修理が不可能なんで、はい。お金かかるから。わかりました、はい。ではですね、ここから作業の方に移っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ追加でなんですけど、あともう一つね、もう一箇所、はい、ちょっと注意点というところで。ここの土を取っとくと、フレームが壊れにくいんで、この、ここの鉄板とここの鉄板の隙間でこうやってるから、そこに土が溜まるっていう、この、これはね、宿命なんですよ、畝上げ機のね。割とこっちの、この辺りのこのベアリングとかここの。何、ロータリーは。ロータリーは全然大丈夫です。今、ほら、土が畑の土だから、これが田んぼだの何かだければベタベタくっつかっちゃうんですけど、うちあたりはちょうど畑の土はね、粘り気がないから、ここは少ないんですね、くっつかる分は。はい。でもやっぱりね、掃除は豆にしといた方がいいですね。わかりました。ありがとうございます。はい、それではハウスの中に入りました。ハウスの中を見てもらうとわかるんですけど、印をしないと、印っていうか、ちょうど、畝を立てるのにはね、歩くとこ、目印になるとこ、これから印をつけていきたいと思うんですけど、ちょうどうちの場合はここが1メートル。はい、ちょっとやります。
ここがトラクターのね、前のタイヤの芯が通るとこですね。はい。で、ずーっと見てもらうと、トラクターのロータリーの、ポコって山になってるのが見えるでしょう。はい。あれを、このトンボで鳴らさないと、線が、あそこに行っちゃうと線が曲がっちゃうから。あ、この今から印する線がってことですね。私が削るっていうことを、こういうふうにやってから線を張ります。はい。はい、それでは紐の方を張りました。トラクターの片側の車輪が歩く位置だけを端を両方行って変えればトラクターで終わりです。はい、はい、で、ここの印のところは、まあ、この紐張りっぱなんですか。いや、紐のところは歩くんです。はい、紐の上をこういうふうに歩っていくんですね。そうすると紐が沈みますから印がつくっていう感じですね。はい、ういう、まあ、すごく単純な単純なんですけど、昔からこういうやり方です。はい、うね仕上がったハウスちょっと見させていただきたいんですが、はい、まあ、全体取ってきます。全体的にうねの幅は1メーター20、はい、伸身で約20ぐらいをちょうど固める感じですね。ちょうど1メーター20、はい、で、植えるベッドのやつがちょうど50センチちょいぐらい。あ、ちょっと寄りますね、ごめんなさい。ちょっと太陽のね感じで分かりづらい。あ、50センチですね。50センチくらい、はい、で、高さはこれ、はい、上植えるときは削っちゃうから、はい、でも、もう約50ぐらい。50ですけどね、2、3センチなんですけど、少し、高いですね。高いけど少し削んないと、はい、まあ、この、ここを見てもらうとよくわかるんですけど、ここの畝のベッドが約50、はい、2センチくらいかな。そうです、52センチですね。でもこれも削るから、こっちへこう、土を、はい、トンボで、ああ、鳴らし棒でね。鳴らし棒で、トンボでこうやりますから、そうすると約50センチよりは45、6センチぐらいのベッドですね。はい。で、そうすると今度は削るから、ここが広くなるわけなんですよ。ここが55センチくらい。はい。上が。だからこれで植えるっていう感じですね、ちょうど。はい。ここがちょうど50メートルですから、はい。前までは4ベッドでやってたんですけど、今度は、真ん中が3つの端々で8ベッド、10本、10列じゃなくて8列。ああ、はいはいはい。っていうことでやります。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、うね上げの、まあ、様子全体のところを撮ってきました。まあ、いかがだったでしょうかってところなんですけど、一応吉村農園ではね、機械を使ってね、どんどんこう上げていくような形で、こう、うねの高さなんかもね、今ね、だいたい50センチぐらいで非常に高くね、うねを作っております。で、まあ、こんな感じで、まあ、作ってるってところで、参考にしていただきたい場所としては、やはりですね、この、うね上げをするにあたって、やっぱりまっすぐ、こう、うねを上げなければならない。その時の印の付け方ですね。すごく単純なんですけど、そういったこの、ちょっとしたことなんですけど、そういったことでどんどんこの、いいうねが作れますので、ぜひね、参考にしてみてください。非常に暑い日が続いておりますので、熱中症に気をつけてくださいね。じゃあ最後に行きます。これが、農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、いちごのハウスもやっとうね上げが順調に進んでます。うん、機械がちょこっと壊れて、今修理に出してるような段階なんですけど、機械はだいたい1年に1度しか使わないから壊れるものです。くじけないでね、修理か新しいのかってまた頑張ってやるっていうことですね。うねもこういう風になってれば、もうすぐ、あと10日か15日でいちごをうね上げし、植えるっていう段階になりますから、そうすると、今度はハウスの方の管理に移ってきます。今のところ苗の方をやってるんで、どうしてもこちらの
圃場の方に来る機会が少ないんですけど、これからこちらにイチゴが植わってくると毎日こちらの方で、動画を流していくような感じになりますね。そんなとこです。こちら定食のハウスの方に来てます。まあ、こんな感じでうね上げ始まっておりまして、まあ、こちらのハウスはね、うね上げがまあ終了しております。で、ただね、これだとね、まだ終了って形ではないんで、今日の動画のテーマの内容なんですが、このうねをですね、慣れやすい、はい、そしたらこれを直してまた6割ぐらいにして、はいはい、返すような感じにして一発切